この歌、この歌は、どこなの？どこにいるの？お母様。やっとお目覚めですね。おはようございます、お寝坊さん。ふみれる。はい、ふみれるです。くーちゃん、お加減はどうですか？どうしてふみれるか。急に起きてはダメですよ。くーちゃんは高熱を出してずっと眠ったままだったんですから。え？熱を？さあ、くーちゃん。ずっと眠ったままってみんなに心配させちゃったかな。あれ、みんな、ここって私の部屋だよね。なんだろう、なのにすごく懐かしい感じ。それにどうしてフミリルが、あれ、フミリルが私の部屋にいるの、別におかしくないよね。おかしくないのにどうして。でも確かフミリルとは、確か、ダメ、頭がぼんやりとしてうまく考えられない。私は、くーちゃん、まだ調子を取り戻していないのですから、あれこれと考えるのはまた後でね。今は少しでも体を休めて、いつもの元気なくーちゃんを見せてください。退屈だからって抜け出したりしないで、ちゃんとゆっくり休まないとダメですよ。起きたばかりなんだから、そんなに眠ってばかりいられないよ。やっぱり何も言ってないのに分かってくれてる私のおそばつきであり、大切な幼なじみ私のたった一人の。あれ、どうしました？なんだろう今の。くーちゃん？ああ、なんでも。それよりも、お風呂に入りたいかな。体がベタベタして気持ち悪くて。ですけど。もう大丈夫だよ。体が少し重たく感じるくらいで、気分は悪くないから。わかりました。もし、気分が悪くなったら言ってくださいね。お呼びでしょうか？くーちゃんとお風呂にしますので、支度をお願いしますね。かしこまりました。風と香り、聞いたことない風習に想像もできなかった。
何か忘れてる気がする。何か大切な大切なこと、大切なことって何？わからない。
て、突然の病に。ああ、話からしてそんな感じじゃなかった。くーちゃん、もしかしてくーちゃん、旅をしていたことも覚えてないのですか？旅をしていた。待って、旅ってどこに？私は旅なんて、あれ、私は今まで何して、最後に覚えてるのは確かわからない。何をしてたのか思い出せない。若様、もう少し落ち着かれてはいかがですか？そうですよ、ずっとうろうろとなさって、あまり行儀よくありませんよ。様子を見に行ったらいなくなっていたのだ。これが落ち着いてなどいられるか。心配いりません。お目覚めになられて、今はお体を清められているところです。その後にでもこちらへおいでになるかと。あまり落ち着きがありませんと、なんだか発情期の気ままみたいでみっともないですよ。確かにそんな感じが。誰がだ、あんなのと一緒にするな。オボロ様、お待たせしました。なんだか想像しいけど、どうかしたの？くっ、お、何？もう起き上がってもいいのか？え、体の方はもう、気分はどこか具合が悪かったりしてるのか？でもどうしたのかな、お父様、そんなに慌てて。どうなんだ？もう平気かな。具合は悪くないし、痛いとことかもないし。そうか、なんともないな。それでいいんだ。お父様？まったく、あまり父を心配させるな。おぼろ様、心配でずっとうろうろしてましたもの。鬱陶しかった。くーちゃんの看病をしようとして、女官さんたちに追い出されてずっとうろうろしてたんだよね。娘を看病して何が悪い？何もかも悪い。いくらお父様だからって、年頃の娘を着替えさせたり体を拭いたりするのはどうかと思うな。お前ら少し黙ってろ。やっぱり心配かけちゃったんだ。この二人はほっとくぞ。クオン、それよりも顔をもっとよく見せてくれ。
れ、お父様その包帯。またやけどした。お茶を入れようとしてうっかりやかんをわしづかみしちゃったんだよね。誰か違うの。だがほんの少しやけどしただけだ。大げさに見えるだけで何も問題はない。もうまたなんだ。お父様ってば、お茶を入れるのは他の人に任せたらいいのに。そう言うな。気分により茶葉を変え、どのような茶器にするか選ぶ。誰にも邪魔されず自由で心安らぐ俺の数少ない趣味だ。任せることなどできん。昔は女のすることなどできるかとか言ってたのに、お茶もすごく薄かったり渋かったり。あの頃はまだ茶の奥深さを知らない若造だったということだ。ボロ茶、それはもうやめろ。そう言われたらなんだかまたお父様のお茶を飲みたくなっちゃった。そうか、ならばとっておきの茶葉を出さねばな。なんだか不思議な感じかな。お父様のような無骨な手があんな繊細なお茶を入れるんだもの。それにしてもまた少し大きくなった。そうかな、よくわからないけど。ああ、それにやはり親子なのだな。病弱だったあいつとはこんなにも違うという。ますますあいつに似て彼に美しくなってきた。あいつ譲りの月明かりに照らされる君のような繊細な髪、宝玉のように透き通った人、その面影は本来ならあいつもお前のように野山を駆け回っていたのだろうな。くすぐったいよ。お前は俺を置いていったりはしないな。お父様、本当にどこも具合が悪いところはないんだ。熱は、頭が痛かったりしてないな。もうお父様ってば大げさかな。ほんの少し寝込んだだけなのに。父親とはそういうものだ。たった一人の娘、心配して何が悪い。帰ってきたんだ、私の故郷。私の、あれ、お父様。どうした。私が旅に出てたって本当？それはどういう意味だ。くーちゃん、何も覚えてないみたいなのです。旅をしていたこともそこでの思い出も。向こうで神たちと会ってたこととかも忘れちゃってた。そうか。お父様は私が何をしてたのか知ってるの？いや、詳しいことはな。可愛い子には旅をさせろという。遠くから安否を確認するくらいで、なるべく干渉を控えていたのだ。しかし、どうやらお前を自由にさせすぎたことが仇となってしまったようだな。だが気に病む必要はない。特に何かあったわけでもない。平穏な旅だと報告を受けている。そうなんだ。若様。ドリー、ウラ、それで間違いないな。はい、特に何かあったようには見えませんでした。僕たちもそれ以上のことは何も。そう、わからないんだ。何も思い出せないのが、こんなにもどかしいだなんて。僕もこんな気持ちだったのかな。
それ今誰のこと？ただいま戻りました。ウイス、いやー疲れた疲れた。あ、おかえりなさい。お疲れ様。ほか。いやー何度乗ってもどうも船旅ってのは慣れなくていけねえ。やっぱ地に足がついてねえとおちおち昼寝もできやしねえってもんだ。ご苦労であった。報告は後ほどにでも聞こう。今はゆっくりと骨を休めるがいい。そうさせてもらいやすぜ。まずは風呂に入ってさっぱりとし。お嬢、やっと目が覚めたんですかい。心配しやしたぜ。お加減はもうよろしいね。うん、それは大丈夫。ただちょっといろいろと思い出せなくて。みんなは私が旅をしてたって言うんだけど、そのこととか何も覚えてないんだ。へえ、覚えてないね。クロウ様、クロウ様、クロウ様たちはどこへ行っていたのですか？よろしければお話をお聞かせくださいね。あ、船旅ってどこか遠征でもしてきたんだ。遠征ってより偵察ですかね。クロ、報告は後ほど私がします。あれ、なんだろう。ベナミーの眉間にシワが寄るなんて珍しい。ああ、そうそう、ヤマトの情勢ですが、裏付けが取れやした。クロ、いやー、なかなか面白いことになってやつぜ。クロ、その話は後でいい。ヤマト…ヤマト…海を隔て、このトゥスクルの隣にある大国。それなら正式に国交をと大使を送るって話になって、そうなる前にありのままを見てみたくなって。見たくなって。私をグーちゃん、しました。しかしまあ、あちらさんも大変だ。突然攻めてきたと思ったら、途中で崇められてた帝が崩御してまさかの撤退だね。あのね、クロウ兄様、せっかく仲良くしましょうねってうちの美人二人組が遠路はるばる出向いたってのに、告げなく袖にした罰でも当たったのかね。しかも病で倒れたってことになっているが、詳しく調査してみりゃ何者かに毒殺されたって話やねえの。哀れなのは残された王女様かい。嘆き辛労で床に伏せたってのも、実際には帝と同じ何者かから毒を盛られたってな。王女アンジュの危険を察したこの絵の者が、軟禁されていた王女を奪還、そのまま帝都を脱出したってことだが、実質追放されたと変わらねえな。弱り目にたたり目とか、この仕打ちにはさすがに同情するね。Thank you.
聞こえてる？口を開けてみて。ひどい。喉が焼けただれちゃってる。こんな劇薬を使うなんて許せない。そんなことお嬢に。その脱出劇の当事者に言うことじゃありやせんでしたね。クロ。しかしまあ旅に出たと思ったら、ヤマトの連中と一緒にヤンチャ市に戻ってきたことといい、王女をかっさらって脱走劇なんて、国の大事にホイホイと首を突っ込んじまうことといい、相変わらずお嬢はおてんばなことで大変結構。私はだってのに、なんでまた早々に戻ってきたんです？絶対者が消え、継承者も定まらないまま宙に浮く定位、そして権力を持つ八つの省と、それに劣らぬ力を持つ小玉豪族、軍友割拠、戦乱の世の始まりだ。面白くなるのはこれからだってのに、全くもってもったいない。私は、ああそういや何をしてたのか忘れてるんでしたっけ。私は勝てる。今度こそこれまでの分を取り返せるのだ。なあなあごはん、ごはんはこっちとこっち、どっちの襦袢がいいと思う？どっちって、どっちも綺麗だけどちょっと派手じゃないかな。それにうっすら透けてるような。宇宙の男を落とす時の秘密兵器やもん。うちはこれを勝負襦袢って呼んでる。勝負？恋は戦やもん。いざヤマトへという時に相手を謀殺できなかったらそこで負けるんや。なあクロリンもそう思う？プレ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 。
使を司るって聞いたよ。そんな存在がどうして名もない流れ者なんかに。どういうことです？よろしく頼む。発酵素は余計だ。私はクオン、よろしくお願いかな。ルルティエです。よろしくお願いします。はじめまして。つまり自分たちは配下に加わる。そう考えてもらって構わない。だがなぜだ。あんたほどの男はなぜ自分たちのような必要も知れないものを雇いたい。なんでまだ気づかねえか。ナチだってのに白状なやつだね。つまりこういうことだ。お前ウコン。それとついでにルルティエ様のことも頼めるか。都にいる間に多くの人と触れ合い、世界の見聞を広げさせてほしいと父君であるクジューリ王から頼まれている。奥様、クオン様、どうかよろしくお願いします。うん、よろしくね。ちょっとお前。まあまあ、お詫びと言ってはなんだが猫でもつけてやるからよ。ここに住むらしい。道が
きりになれる機会を作ってあげる。頑張れ男の子。いえ、ですがそんな、私は別に、進展するのは難しそうかな。ここに置いてあったお菓子はルルティエが私たちのために丹精込めて作ってくれたお菓子なんだ。それを勝手に食べた挙句、秘蔵の蜂蜜酒をしかも割らずにそのまま飲むなんて、なんてもったいない飲み方を。はい、悪いことをしたらごめんなさいを言います。要は天に等しく、湯が謝るということは謝ったの。ごめんなさいは、要は光る神の帰り見ぬ。誰が謝ったりするものか。バーカバーカバーカ、嫁のもらい手なし、尻尾のお化け、上場にバーバー。これで五分五分といったところじゃな。いやしかし、ヤマトがテスクルへ侵攻ってどういうことかな。テスクルに敵対の意思はなかった。それどころか友好を示すために大使も送ってきた。なのにどうして。いや、こっちに聞かれても困る。なんかしらもそう決まったんだ。こっちだってわけがわからないんだって。それがしも
それを語ることは許されない。許せ。ただ言えることは、聖書にはそれがしごときでは及びもつかぬ深きお考えがある。そして聖書のお言葉は絶対ということだ。この風、この香り、やっと到着かな。ここがデスカル。白はこの戦勝てると思う？それは今は劣勢だが、巻き返すことは十分に可能だと思うが。多分。つけるじゃない。では単刀直入、帝がオシトルさんに暗殺された、そういうことになっております。兄様、お無事ですか？く、頼む。大丈夫、気を失っているだけ。猫。皆、来てくれたか。悪いな、あんたの相手はこっちだ。この期に及んで我を愚弄するか、オシトル。変わらぬな、ブレイブ。力に絶対の誇りを持ち、力なき者には価値を見出さぬ。力こそが全てを凌駕する。聖女もその絶対なる力を持ってこのヤマトに君臨していた。それは否定する。だが正常は他を侮ったりなどしなかったから、愚弄しているかどうか試してみると、二度目の敗北を知ることができるやもしれんぞ。貴様。そっか、だからオシトルに負けたんだ。女、ザレ言か。ん？だからオシトルに負けたのかって。いくら強くても相手を見下して侮るような輩ではね。足元を救われてオシトルに敗北するのは当然かな。断言してあげる、あなたではオシトルに勝てない、絶対。そして私たちにもね。背中は任せて。だからハク、気兼ねなく指示をお願い。ああ、そうさせてもらう。お前ら出るぞ。追ってきたか。